今動画を撮り終わったところなんですけど、またすぐにですね折り返して次の動画、まあネタなんてのはいくらでもあるんですよ。ただ喋りゃいいだけなんでね、簡単なことでございます。今回はですね、桃太郎でいいのか、桃太郎についての話ですね。さっき七夕の話したんで、今度は桃太郎でもやろうかというわけです。これ前に私も別の動画でね、話したら評判が良かったんで、ちょっと専用でね、話を作ろうということに、まあ作ろうというか喋ってみようということになったわけでございます。桃太郎はですね、そもそも何かっていうと、まあ、桃からね、生まれた男の子なわけですね。で、おじいさんとおばあさんがこう、桃を拾ったというところで、まあ、とりあえず OK ね。で、それから桃太郎がすくすくとこう育ったわけですね。あれって、わかんないけど、これは私は調べてないだけなんですけど、おじいさんとおばあさんが、こうね、拾ってきた後、桃太郎に、そのね、立派な桃太郎になるまでの間って成長が早かったんでしょうか。なんかそうでないと死んでる可能性がね、ありますよね。まずおじいさんとおばあさんがちゃんと生きてるかどうか、そこでドキドキの展開みたいな感じにね、物語が突然山場を迎えるということもあるかもしれませんが、まあそれはともかく、とりあえず、まあ桃太郎がこう立派な青年になったところで、鬼がなんか悪さをしにやってくるわけですね。鬼が悪さをするようになったっていうのは結構最近のことなんでしょうかね。そうするとね、おじいさんおばあさんがいた、まあ普通にやっていた頃っていうのはもう鬼とかは特におとなしくしてちゃんと体制があったんでしょうか。ってことはあれですかね、なんか鬼のそのトップが突然なんか亡くなっちゃって、新しい鬼のなんか皇帝みたいな人がデビューしたんだけど、ちょっとあんまりなんかその求心力が高くなくて収集つかなくなっちゃったとか、そんな感じでしょうか。まあそれはね、まだいいです。で、それがまた進みましてね、いよいよこう鬼退治に行くわけですね。鬼が悪さをしてて財宝を取ってるので、桃太郎がですね、こうじゃあちょっと私はね、こうこんな木をですね、大きな木をこんなうわーっとやるような力も獲得しましたので、おじいさんおばあさんどうか私にきびだんごさえ作ってくれたら、鬼ヶ島行って鬼を退治してみせましょうとこうね、桃太郎は言い切ったわけでございます。で、かくしておじいさんおばあさんはきびだんごを作ってあげて、桃太郎は出発ということになったんですが、そこはね、こんな風な歌があるわけですね。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいな。2番もございます。あげましょう、あげましょう、これから鬼を成敗についていくならあげましょう。この歌はですね、かなり、どうしようもなく、無理があるところなんですね。無理がある歌なんでございますが、これね、皆さんちょっと聞いてみて分かったでしょうか。まず、まあ、犬猿キジ、ね、その3匹が桃太郎に対して、きびだんごちょっとくださいなと、こう言いに来るのはいいでしょう。ね、ちょっとなんか美味しそうなもの持ってるの食べたいなと思うわけでございます。私もね、高校の時にお金持ってなくて、お菓子を買うお金なんか全然なかったんですね。で、クラスのみんな、こうね、下の購買とかでお菓子を買ってきます。そうすると、ハッシュとグミ美味しそうだね、グミちょうだい、いいでしょう、パクーとかね、あ、せんべいちょっともらうねとかね、あ、バームクーヘン持ってるの、もうこんなことばっかりやってましたね。みんなもね、私にこう結構くれるんですよ。こう、ありがとうございました。そういうノリなわけでしょ、結局ね、犬猿記事も。なんか、桃太郎、きびだんごいっぱい持って、あ、ちょっとなんかおやつの時間だし、なんか美味しそうなもって食べたいなみたいな、こう、ね、そのぐらいのノリなんですけど、桃太郎がですね、そこでとんでもない交換条件を出すんですね。これから鬼は成敗についていくならあげましょう。ね、わかります。桃太郎としてはまずその木をね、木を引っこ抜けるほど私は立派な男になったのでとか言って、こう大木を引き抜いて見せるっていう、そういうシーンが、ね、桃太郎はあることが多いんですけど、というか正式な桃太郎はそうなってるらしいんですけど、それほどの力がですね、必要とされるわけですよ。で、犬猿キジに多分木を引っこ抜くほどの、まあ、パワーはないと思うし、それに匹敵するだけの何か他の特殊能力があるかというと、おそらくそれもないと思われるんですね。で、ね、それだけの、まあ、強敵と戦う、ということを交換条件に提示する桃太郎は、なんでこれはちょっと言うことがなんか鬼畜の称号ではないかと思うわけです。どっちが鬼なんだかもはやわからないということなんですね。ところがね、犬猿キジはなぜかそれで OK をするのに、みんな OK。きびだんご一つ私に、たったこんな団子一個ですよ。ねえ、私だったらきびだんご、まあ岡山に行くとね、きびだんごはよくこう売ってるわけですけど、70円とかで売ってるんですよ。そんな、70円で君、そんな命を落としてまで、鬼退治を引き受けるのか、それのもしかしたらあの世界に許されきじというのはよほど強いんでしょうか、わかりませんけれども、ねえ、そんな、めちゃくちゃな状況なわけです。で、かくして、桃太郎はですね、まあ、こう、犬猿記事をこう連れて鬼ヶ島に向かいました。あ、でもそうだな、もうちょっとまだ突っ込みどころがありますわ。まずじゃあなんでその犬猿キジがその桃太郎のこう交換状況を承諾したのかって、まあ、やはりもうちょっと深く考える必要があるんですね。もしかしたらですね、桃太郎の持っているそのきびだんごというのには何か麻薬的なものが猫が入っていてですね、こう食べるとこう依存性をものすごく強く発揮する。パクッ、うわーこれで、もう桃太郎のこうね、言われた通りにこう動くみたいなあります。ドラえもんにね、桃太郎印のきびだんごって食べると何でも言うことを聞く。なんか、あ、そんな感じじゃないですか。ちょっと、こう薬を持ってみてですね。これ、あれですよ。犯罪はあれですからね。なんか煽ってるわけじゃないんですけど、ちょっと
君、もうさ、こうプスーッとこう薬を打ってからですね、ちょっと万引きしてきてくれる、はい、わかりましたーとか、こういうふうなね、ことが起こっていたのかもしれません。あの背後にはね、なんだか恐ろしいきびだんごについての謎も深まるばかりでございます。で、まあとりあえずですね、こう桃太郎鬼ヶ島に到着ということになりました。で、そうするとね、こうまあ鬼はこう、たくさんいるわけですけど、そこで何がどのような活躍をしたか順を追ってご説明しましょう。まずキジの登場です。キジは鬼の目をこう潰しました。ぐさうわー、次、目が見えなくなった鬼に、今度はですね、まあキジじゃなくて犬が噛みつきます。うわー、今度は猿って何でしたの？なんか石を投げたとかですかね、くすぐったとかじゃなかったと思うんですけど、猿もまあ何らかの活躍をしました。ちょっとすみません、猿については忘れて、ちょっと手元にあるんで、これちょっと確認してみましょうか。この間のね、検索する時間をいかにしてつなぐかというところが YouTuber の見せ所なんですね。この iPad でございます。 iPad もね、これは早く検索しないと、こう私の、ね、ここで喋る時間もなくなってくるんですけど、猿変換、猿、桃太郎、活躍、これで、何か分かったかな。これは、桃太郎の、なんだわかんないな。あとね、そう、あの桃太郎ってなんか自分の背中に日本一って書くなんてすごい自信だなと思いません？なんか私がね、ここになんかここで私は日本一の YouTuber ですみたいなことをこう書いたとしたら、なんだあの痛いやつはってこうネットで、ね、たちまちこうソース感を食らうわけですが、よかったですね、桃太郎の時代にネットがなくてね。あったらやばかったですあれ。テレビとかになんかね、ちょっとでも映ったもんなら、あ、やば、あいつ痛いやつだ、絶対負けるだろうとか言って、あの2チャンネルのスレッドがいっぱい立つみたいなことになりそうです。猿は鬼の顔を引っかいたらしいですね。あ、そうなんだ。別になんか大したことやってないような気もするけど、まあでも活躍を役に立ったんですからね、猿は強かったんでしょう。そして、いよいよ桃太郎はこう鬼ととどめっていうか、何をしたんだっけ、なんかこう刀でもってこう戦ったんですよね。で、大体ああいう話は最後死ぬということは今の話じゃないと思うんですけど、多分殺したんじゃないですかね、わかんないですけど、でもまあ鬼はみんなして泣いてとかの、まあそういう話もありますから、まあ、桃太郎は最後の方で活躍したというふうによく言われております。もしかして犬猿キジだけで勝てたんじゃないのって思うわけですね。で、もう一つ、もしね、特にキジの目つぶしと、それから犬がこう足のね、ここの剣をこう噛み砕いて鬼をなんか歩くのをすごい阻害したらしいんですけど、その2匹の活躍がなくて桃太郎は勝てただろうかという問題があるんですね。自分で日本一なんてこう上りを立ててですね、いざ出発みたいに自信満々で行ったわけですけど、結局桃太郎のやった活躍っていうのは猿と同等ぐらいのですね、大したことのない、そんなレベルなわけでございます。それでですね、なんかこう勝って、そして桃太郎は凱旋するわけですが、帰ってきた時にまたね、さまざまなこう財宝みたいなことを町に持って帰るんです。で、そこで、まあ、もしかしたらあったのかもしれませんけれども、犬と猿とキジがその財宝のね、分け前をもらったなんていうことはもう全くありません。まあ、あの人たちがね、もしかしたら善意でね、それでこう、桃太郎の町を助けてあげようということでやっていたのかもしれないけれど、でも、ね、やっぱり、私だってそうですけど、1万円とかね、道で拾うと落とし主が1割だか何割だかはもらう権利があるんですよね。だからまあその人たちもね、活躍した分はちょっと分け前を与えるべきだと思うんですが、犬猿キジが何かいい思いをしたということはなく、ただ桃太郎がですね、そこで頑張ってなんか鬼を倒しました、うわ正義が勝つんだみたいなこと言ってますけど、あの話の主役はね、犬と猿とキジでありましてね、あんなもうほぼ無償でそんな戦いをこう引き受けてあげたね、自分の命をね、団子1個ですよ、団子1個って、もうそれあれじゃないですか、善意のカンパと同じじゃないですか。だからなんか団子と竿交換条件であの3匹はあの桃太郎に協力したみたいなこと言ってるけど、それは全然違ってですね、桃太郎のそのね、命を懸けてこう戦う姿に感銘を受けたとか、それからまあもしくは自分の強大な力を使ってね、まあ犬猿キジはそんな強大な力を持ってないと思うけど、もしかしたらものすごい強くて鬼を倒してあげようとかね、こうちょっと協力してあげようみたいなね、考えてるのかもしれない。まあわからないですけれども、あの話のタイトルは桃太郎ではなく犬と猿とキジ、これにて変更すべきだというのは、これは私は一貫して考えているところでございます。それではこんなところでよろしいかな。そうですね、多分大丈夫だと思うんですけど、何か喋り忘れてることはないでしょうかね。もう帰ってからですね、桃太郎がこう財宝をもらってね、あの人たち、そうそう、まあそうですね、そんなところでよろしいでしょうか。はい、ではご視聴ありがとうございました。